佐藤直義は、日本の官僚。国土交通省河川局長、議官、国土交通事務次官を歴任。大幹五先端建設技術センター理事長。神奈川県横浜市出身。商工学院中学校、高等学校を経て、1975年、東京工業大学工学部土木工学科卒業、1977年3月。 東京工業大学大学院、理工学研究科土木工学専攻修士、家庭修了、同年4月建設省入省。関東地方整備局荒川上流工事事務所長、四国地方整備局河川部長等歴任。1987年、建設省大臣官房技術調査官。1994年、建設省河川局計画課河川計画専門官。 2002年独立行政法人水資源気候経営企画部部長。2005年に国土交通省大臣官房技術調査課長。2006年に国土交通省大臣官房技術審議官。2008年に国土交通省中部地方整備局長。2009年に国土交通省河川局長に就任。2010年度僕学会理事。 京都大学経営管理大学院国土マネジメント、客員講座客員教授も務めた。2011年から国土交通省で議官を務め、2012年に国土交通事務次官に就任した。2013年に佐藤は次官を退任し、後任には国土交通審議官の増田祐一が昇格した。同年国土交通省顧問及び日本大学客員教授に就任。 2014年に退官し、一般財団法人日本建設情報総合、センター顧問に就任。2016年に新設された、公益社団法人雨水、貯留浸透技術協会会長に就任。2017年6月13日、船体建設技術センター理事長に就任。ありがとうございます。